え、でもこれっすよ。これっすよ。久々にあれっすか。見ました。あれっすか。はい、今回の企画は父の背中メンバーへ100の質問。誰？この企画長いから嫌いなんだよ。アドミンの時だって3時間ぐらいかかったよ。いや、かかりましたね。誰？まあ、とりあえずイヤホンつけてちょっと画面見てもらっていいです？今回のメンバーは？はい、どうも皆さんこんにちは。父の背中所属のゼクシアと申します。よろしくお願いします。わからん。ゼクシアはもうわからん。ゼクシアはわからんよ。全く絡まない。俺だって今、ふわーって出てきた瞬間、誰こいつと思った。誰こいつ、誰だこいつと思った。ファンかなと思った。うちのユニフォーム着たファンかなと思った。いや、わかんないよ、でもゼクシア、本当に。研究が急に連れてきたことからな。そうなの、うん、こいつ入れたいっす。あ、そっかーっつって。で、1ヶ月ぐらい経って、そういえばゼクシア入れることにしましたって言われて、誰それ言ってたから。言ったじゃないですかって言われて、いや全然覚えてないけど。見れんの？あ、そっかっついいよっつって。誰それ？俺は LINE の登録名も元気持ち込みっていう感じ。ひどい。ひどくないよ、分かりやすい。いや、俺らもし落としてしまった時、スマホで LINE 見られた時に、うん、あの分かっちゃうじゃん。まあだから、あのみんな名前書いてるの、わざとね。だこいつは元気持ち込み。意識高え。ゼクシアより俺元気持ち込みが先に出てくる。ゼクシアか、はい、あ、時間かかりそう。かかるだ。あ、ちなみに、はい、今回も罰ゲームあるんで。はいはいはい、はい、あんのか。なんすか罰ゲームは。罰ゲームは着ぐるみを着て炎天下の中ダンスをしてもらいます。死ぬぞ。死ぬぞ。二人とも着たいから分からんけどね、めっちゃ暑いからね。あ、暑いより息できないの、あれ本当に。あ、マジで。そう、やだ。勝つ。いや、俺勝ったことねえんだよ、この企画。もうやだ。じゃあこの後は池さんの炎天下ダンスが見れるとか。いやいやいや、勝ちてー。それではやっていきましょう。はい、マイブームは何？ゼクシアのマイブーム知らないんだよ。知らないんだよ。分からん。ゼクシアのマイブーム、まあ言うてこいつほら現役の選手だから。ああ、うん、はい、これできた。まあ現役選手だからこんな感じの、まあ、趣味を言ってほしいな俺は。せーの、エイムトレーニング。サイクリング。サイクリングするような趣味のやつはね、プロゲーマーならんのよ。ならんのよ。現役だから体動かしてんじゃん。ああ、トレーニング。だったらエイムトレーニングしてほしいわ。近く超えてる暇ならエイムトレーニングせえって言うわ。じゃあゲームせえって言うわ。じゃあ見ていきましょう。はい、はい、マイブーム、マイブームはスーパーに8時頃に行ってあの割引されてるお惣菜を買うこと。いや、わかんねえ。わかんねえ。なんでちょっと恥ずかしがってる。ちょっと可愛いね。お惣菜を買うことみたいな。それマイブームか。ブームなの。半額になったなんかお寿司とか見つけたら喜ぶんかな。わかんねえなこれ。あー、無理だな多分今日も。次の問題、自分の好きなところは何。好きなところ、好きなところ、まあまあまあ、でも面白い性格してるからな。なんかなんだろうな、受け狙いに行くのか真面目に言うのか。好きなところ、はい、早い、せーの、声。ギャグが面白いところ。ギャグが面白い。そんな芸人じゃねえから。いや、テルさんよく喋るって言ってたよ。声が結構いい声してるなと思うんで。あ、はいはい、声かなと思いました。自分の喋るギャグ面白いですよね。そんな持ちギャグとかないから。じゃあ見ていきます。はい、自分の好きなところ、多分若干几帳面。何若干几帳面。多分若干几帳面。そう、多分若干几帳面。普通の人やん。普通の人やん。多分がついて、しかも若干もついたらそれも普通の人だよ。几帳面ちゃうもん。たまにあれやん、本の関数ばらけてたら直すぐらい。誰でもすんねん。普通の人。じゃあいきますね、はい、コンプレックスは何。コンプレックス知ってるほど付き合いがそんなに深くないからね。そうだね、出会ってすぐ、いや俺コンプレックスはとか言わないもん。自分のコンプレックス出会ってすぐさらけ出すようなやつはコンプレックスじゃないですよ。なんだ、若そうなやつだと思うんだよな俺。若そうなやつ。若者やっぱり顔だと思うんだよね。
あ、目とかさ、口とか鼻とか。はいはいはい、かけましたよ。ちょっと待って、せーの。鼻、若干おでこ。あー、それ天気やん。鼻がちょっとなーみたいな。別になんか鼻全然なんともないのにさ、ちょっと鼻がーっていう子結構いるやんか。いるね、うん、鼻かなーっていう。中川とかね。中川そうだ、鼻コンプレックスだった。確かに言ってたよね。そう、全然普通の話してんのにね、うん、いい話してんのに。あ、消しちゃった。ナイス。消しちゃった。まあ見ていきましょう。コンプレックスは目がちっちゃいのと鼻が団子っ鼻なのと歯並び。多い多い多い、めっちゃ若者だったこいつ。何目と鼻と歯並び。鼻並び目鼻口。全部じゃん、ほぼ全部じゃん。ほぼ全部。そんなにコンプレックス、これ顔のほぼやで。外歩くこうしとるやん、だって外出歩けんやん、そのコンプレックスのつけてたら無理やん。いやでも若者っぽいね。そうだね。これでも俺1ポイントじゃないですか。俺もえ、なんて、なんだっけ、だってそれ無回答でしょ。消しとろ、無回答。間違った。次の問題、無人島に一つだけ持っていくなら何。はいはいはい、どう、まあベタに行くかボケてくるかだよ。いやでも若いから。サバイバルナイフ、スマートフォン。スマホはあると思うよ。スマホですよ。スマホはあると思う。若いですから。若いからね、はい、スマホないと死んじゃうっていう世代やから、ですから、はい。まあ、でも真面目になんかサバイバルナイフがいいそうじゃない。いいそう、うん、Sナイフってかっこいいな。サバイバルナイフです。略しました。じゃあ見ていきます。はい、無人島に一つだけ持っていくなら家族。え、怖なんか。こいつ家族を一つで数えた。一つで数えた。え、一つで数えた家族を。怖いな。無人島に一つだけ持っていくとしたら何。家族。家族。いいこと言ってるよって怖いから、ね、怖い。家族を一つっていう感想したからね。物と認識してる。怖いな。二つだったらどうなんだろうね。家族と友達とか言うのかな。言いそう。家族を一つと答えるようなやつですよこいつは。無理やり嫌なやつ持ってくる。父の背中メンバーと一緒に住むなら誰。あー、来たこの質問、はい、どうなんだろうね。正解はね、正解はアップルなんですよ、知性的には。はい、正解はアップルか誰とも無理っていうか。まあでもこいつはまだそんな知性の嫌な部分見てないから。はい、嫌な部分、メンバーの嫌な部分をまだあんまり見てないから、ゴミくずかすなところを見てないから、まだだから誰でも可能性がある。言い方。クズのやつは、クズの部分まだ見てないから。見てないから、うん、だから、まあ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 、こうでしょ、まあ、こいつはな。はい、せーの、ケンキ。ケンキ。ケンキんちにね、結構止まってたんですよ、はいはいはい、最初の頃。なんでケンキかな。結構止まってんだ。ケンキじゃない。俺もケンキが持ち込んだから、やっぱケンキなんだ。あ、そうだね、ケンキ持ち込みだからこいつ、うん、じゃあ見ていきます。はい、背中メンバーと一緒に住むなら普通さんかな。なんか料理とか家事とか全部なんかいやいややってくれそう。あー、分かってないわこいつ。分かってないわ。一番あかんやつやるんだもん。一番あかん。下から数えた方が早いメンバーだった。あかんって、あかんって。いやー、マジか。やばいやー、かわいそうだな。そっか、まあ、まだわかんないから。ボックスラビットらしさをまだ見せてない。そこ選ぶか。いやー、これはこいつあれだぞ、詐欺とかに騙されるやつ。大丈夫か、ゼクシア。詐欺とかに騙されるタイプだ。騙されるタイプ、うん、好きな言葉は何。何が好きなんだろう。人を信じるとか。家族。え、家族が好きそう。なんだろうな、わかんねえな。お惣菜。割引とか。あー、好きそう。せーの、お金。明日から本気出す。あー、いた、そんなん、いた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 。これですよ、明日から本気出すってやついた。はい、ゼクシアも明日から本気出すパターンですよ。今出してほしいます。いってきます。はい、好きな言葉、天才。え、天才。天才が好きな言葉なの。ジーニアスってことだもん。野菜とかじゃないもん。野菜。天才。天才。わかんないし、つまらんな。ストレス解消方法は何。なんだ、何でストレス解消してんだ。現役選手だから、なんか多分 CG とかで多分ストレス溜まるんだよ結構。はいはいはい。なんだろうな、 CG とかで溜めたストレスをどこで発散するんだろう。どこで。まあ、父性的にはまあ酒タバコ、酒タバコとか、はい、とかなんですけど、はいはいはい、うん、あれこの子10代だっけ。19かな、確か19とかだっけ。19、この間なんか19になったっつうから、天城府19円分あげた。
19円。19円。マジか。誕生日なんですってLINE来てて、あ、そうなんだっつって、天岐阜あげるよって、うん、パッて天岐阜の裏あるだけだったら、うん、めっちゃ喜んでて、うん、で、中身開けたら19円だったからちょっとがっかりしてたと思うこれじゃないか。はい、これです。はい、スーパーに行く。カラオケ。あー、そう、カラオケもあったわ。そうだ、これです。メンバーカラオケとも言ってたわ。あ、思い出すんですよ。めっちゃ消しちゃった。いや、それ深いところそれ深いところやなスーパーに行ってお惣菜探すんですよ。はいはい、はい、で、割引のやつを見つけたらストレス解消されてます。あ、それが繋がってんのか。そう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 、きっとそれ。ありえる、それ。じゃあ見ていきます。はい。ストレス解消方法、アイス食べること。かわいいな。かわいいな。いいな。女子かよ。めっちゃぶん殴った後にアイスあげよう。やばいやつ。大体ソフトクリーム持ちながら殴ってたら多分すぐすぐダーンつって、ペッてほらつって、ああ。やべえやつじゃん。アイスで囲んでから火炙り。プラマイゼロ。いや、マイナス太郎。そういうことやろ。アイス食べたらストレス解消されるんやろ。アイス口の中詰め込みながらなんか嫌なことしようぞ、今度。今度やろうぞ。テルさん、すぐ突っ込んでいくもん。言葉に。アイス投げつけるとか。うわーって、ペチャって。うわー、プラマイゼロじゃない。プラスになりそう。プラスになりそう。ありがとうございます。レイザーの中で一番好きなデバイスは何？なんだ？なんだなんだ？こいつ何使ってんだデバイス？僕知ってますけどね。あ、そうだ、池さんやってる、やり取りしてるから知ってんだよ。俺よりね、池さんの方がや若干やり取りしてる回数多いと思うんだよね。うん、え、俺の方が？俺ディスコでちょっとたまに社交辞令的に喋るぐらいだもん。社交辞令って？あ、どうもお疲れ様ですぐらいあ、どうもお疲れ様ですってことだただそういうデバイスの提供でやりとりだから俺がコットしてる時とかも、うん、あ、コット楽しそうで買おうと思ってるんですよって言ってくるんだけど、うん、一向に買わんから、こいつ一向に買わんから、マジ社交辞令俺と中川がやるぞっつっても、うん、じゃあ今度買ってきますって、うん、ずっとそれ。あ、そうなんだ。もう一向に買わんから、お互い社交辞令。お互い社交辞令。お互い社交辞令。もう交わらないで、なんだっけ、質問なんだっけ、あれなんだっけ、一番好きなデバイス。あー、なんだろうな。まあ、これじゃねえか。せーの、デサダ V2 ハンマーヘッド。あー、ハンマーヘッド今使ってる。ハンマーヘッドですよ。使ってるわ、はい。これでもなんかデサダがなんかいいみたいなこと言ってる気したんだよな。言ってた。社交辞令の中に。社交辞令の中に。例えばデバイス届いたみたいな、うん、ちょっと気使ってフリしてもらう。あ、フリしてた。うん。で、あ、届きましたーって。これ最高にっすわー、うん。デスアダーみたいなこと言ってたような気もしないでもない。じゃあ見ていきますね。はい。レーザーの中ですと、そうですね。デスアダーエリートプロ V2 ですかね。僕自身まあ手がでかいんで、結構自分の手に合ったマウスで重宝しています。なんかすっごい真面目に長く考えたんだけど、うん、これ製品名間違えてますなんて、デスアダーエリートプロ、デスアダーエリートプロ V2 みたいなそんなんなくない？いや、ないと思う。あれ、ないよね。え、ないよね。ないよね。デスアダーエリートプロ V2 みたいな、ないよ。ないと思う。こいつ真面目に答えて真面目に間違えたなやったな、こいつ。いや、俺エリートは配った記憶ないから、 V2 でしょ、だから V2 でしょ、これ多分。あ、俺正解だよ、これやったな、こいつ。スポンサー製品の質問だから、これ真面目にちょっと考えなきゃっつって。手の大きいから、なんちゃらかんちゃらって言ったけど、製品名間違えてるから台無しやん。デスアダーの大集合みたいな名前。集大成みたいな名前で、一番最後に出るやつです。エリートプロ V2。エリートプロ V2。やらかしたな、こいつ。献金に言っときます。おいおめえの持ち込みや好きな女性の胸のサイズは何？あー、来ましたよ、究極の質問。これはね、50-50なんですよね。そうだ、テルさんがね、前ツイッターのね、はい、そう、この間ツイッターで聞いたんですよ、投票機能で。そしたら7000票入ったんですけど、はい、貧乳派、巨乳派、ちょうど50-50って言われました。びっくりした。いやいや、もう半分半分。人類ってうまいことできてんだな神秘を感じた俺なんか世の中的には巨乳派の方が多いと思ってた。いや、俺も思ってた、全然。だってなんかアニメとかおっぱい大きいじゃん、みんな、うん、漫画とか、うん、だから巨乳派が多いんだよ、世の中。しょうもないと思ってたのちょうど50-50で、
人間ってよくできてるの？よくできてるでもゼクシアな、ゼクシア、まあ若いから、あ、若いから、若いからもう大きいのが好きだよ、大きいのが好きなんだな、うん、せーの、E カップ D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 、まあ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 、まあ、巨乳の方ですね、はい、困ったら D ですから困った、まあ、困ったらまあ CD で、はい、まあ ABC、まあでももっと大きいの E を過分評価してる可能性なんですよ。実際自分が好きなのは CD ぐらいなんだけど、うん、もうカップ数とか分かんないから E って言ってそうあ、ありえそう、うん、あ、全然そういうのありえそう、うん、まあ、でも俺もちょっとあんま詳しくないからなじゃあ見ていこう、はい、じゃあ女性の胸のサイズ、あ、B よりの A 仲間やん貧乳なんだ、貧乳派やん、仲間やんB よりの A、 まあ中途半端だけどね、中途半端、一番中途半端で、いやいや、ダメだよちょっとまだ捨てきれてないんだ、あ、 B よりの A、しょうもないな、しょうもない僕はもう言いますからね、 A B よりの A はちょっと中途半端っすね、はい、中途半端野郎っすね LINE の名前変えとかないと中途半端野郎過去研究と申し訳小学生の頃一番ハマったゲームは何？こいつが小学生の頃って10年前とか、うん、俺ら20歳ぐらい、うん、俺らも大人やんやだー、萎えるー萎えちゃう20歳、そうだな、俺ら20歳の時何やってたんだろう、まあ、でもモンハン来たぐらいじゃない、サードとか、あ、そんなもんか、うん、10代後半の時にモンハンサードとかあったから、何やろうな、何だろう、何ハマってた20歳ぐらいの時って、何ハマってたんだ、ミクシー、ミクシーミクシーこそミクシーもうちょっと若い、もうちょっと若いんで、もうちょっと若い、10代ぐらいかな、うん、あれじゃん、キャンディーなんちゃらみたいな、フェイスブックでめっちゃ流行ってるんです、キャンディークラッシュ、そうそうそうあれじゃないやってるかキャンディークラッシュなんだろうな、まあでも若い子供の時だから、うん、まあまあ、いやまだ小学生の時だから、そう、うん、こうですか、はい、せーの、ポケモン、ドラゴンボール、ドラゴンボールって何すか、ドラゴンボールのゲーム、いやそれずるいなちょっと広く撮ったよ、広いなそれドラゴンボールのゲーム、いやポケモンもだいぶ広いいやいやポケモンはポケモンシリーズやんか、しかもだから俺ポケモンスナップって言ったら俺は外れていいですよ、え、本当に本当にポケモンはあくまでポケモンシリーズ、あの色付きのシリーズ、金銀とかそういうあれのこと、あ、わかりました、これは何ですか、え、だってこんなん言い出したらあれだよ、ジャンプヒーローズとかもドラゴンボール入ってるから当たりみたいな、まあ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 、わかる、ジャンプヒーローズはダメで、ジャンプヒーローズはダメ、ドラゴンボールなんとかってことね、そう、ドラゴンボールが主体、え、でも俺らでもう若い時でドラゴンボールってゲーム Z3 とかやってる時だってまだ小学生ぐらいじゃなかったそんなもんだった、そんなじゃなかった、そんなんだっけ今なんかどっかんチャラチャラで、俺らが中学生ぐらいでもうスパーキングで、だってドラゴンボールスパーキングやってないかな、やってないと思うな、ドラゴンボールあんま興味ないのか、興味ないかな、多分ピッコロミでクリリンって答えない興味なさすぎだなあ、これクリリンってキャラっすよねあ、そんなもんか、ただそんなもんで10年離れたらそんなもんか、そんなもんそんなもん、やったな、答え見ましょう、はい、小学校の頃ハマったゲーム、サドンアタックゴリゴリの FPS ゲームゴリゴリの FPS ゲームまで草何俺らポケモンとすごい子供扱いしちゃった、恥ずかしい、小学生の頃からサドンアタックしてんの、いや違うね、今の若い子たちはそうなんだ、あ、なるほど、すごいな、サドンアタック、サドンアタックサドンアタックか、こいつだからあれでしょ、聞こと覚えろカスとか言ってたってことでしょ、ちっちゃい小学校の時から言ってたAK じゃない AK スマッチンと交換しようっつって怖いな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 、あなたに足りないものは何、脇と滝どっちだ俺に足りないものだんだんゼクシャ好きになってきた